皆さんこんにちは、千田光平です。今日はですね、 MacBook を買うと後悔する人の特徴5つについてお話ししていこうと思います。というのもですね、2022年現在の MacBook って非常にね、高性能で省電力性が高く、ディスプレイの品質もね、かなり高い、素晴らしい完成度のノートブックなんです。でもどれだけね、ハードウェアが素晴らしくても肝心の OS が合わなければ、もうそれもね、意味を持たなくなってしまうんですよ。ということで今回はですね、こういう人は Mac を買ってしまうと後悔するなぁと思う人の特徴をね、5つ紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで早速ですね、Mac を買って後悔する人の特徴5つ、1つ目から紹介していこうと思います。まず1つ目が、学校や職場で Windows が指定または推奨されている人です。まあ、このような方の場合はですね、無理に Mac をメイン PC として買うのは、極力やめた方がいいかなと思います。理由は主に3つあります。理由1つ目、そもそも指定推奨されている場合、周りが Windows ユーザーがほとんどだから。理由2つ目、インターネット上でダウンロードできるフリーソフトが圧倒的に少ないから。理由3つ目、Microsoft Office の互換性の問題。以上の3つの理由によってですね、Windows 環境が指定推奨されている場合は、素直にね、Windows を使うのが結局一番生産性につながる可能性が高いなと僕は思います。周りがね、ほとんど Windows ユーザーだと、Mac でね、なんかトラブルが起こった場合、助けてもらえるね、人も少なくなると思いますし、Windows が指定推奨されているのにも何かしら理由があるはずです。Windows にしか対応してないソフトを使用していたり、またはね、まあ、Mac だと対応はしているんだけど不具合がね、ちょっと多いなっていうソフトを使っていたり、Microsoft Office を使ってもね、OS のこう互換性の問題で文字化けだったりとか行ずれがね、起こってしまったり、必ずね、何かしら指定がされていると理由があるはずなので、まあ、そういった場合はね、素直に Windows を使うようにしてください。たまにね、僕の DM に、大学では Windows が推奨されていますが、Mac を使いたいですとか、Windows と互換性の高い Windows 限定ソフトの代わりのソフトありますかとかね、まあ、やや無理のある質問をね、してくださる方もいらっしゃいますが、この場を借りて言わせていただきます。素直に Windows にしてください。そしてお金を貯めて、まあ、仕事とかね、勉強とは別に、趣味として MacBook を買ってください。続きまして、Mac を買うと後悔する人の特徴二つ目なんですけども、自分で調べられない人、調べられる自信がない人です。まあ、先ほどのトピックではですね、Windows が指定されている人と限定させていただきましたが、指定されていなくてもですね、現段階で Windows はですね、約 80% から 90% くらいのね、シェア率を誇っています。まあ、これにはね、様々な統計だったり情報ってあるんですけども、基本的にね、どのメディアの統計を見ても、日本、そして世界のね、Windows シェアは Mac に比べて圧倒的となっております。まあ、そうなってくると、自動的にね、周りの人が Windows ユーザーである確率が高くなってきますので、まあ、なんかね、問題が起きた時、Mac でね、こう新しいことを始めようっていう時にですね、自分で調べて問題を解決する必要があります。近年ね、インターネットには膨大な量の情報量がありますし、まあ、ブログなどのね、お金稼ぎのために、まあ、そんなに詳しくもない人がネットでね、軽く調べた情報を転載しただけ、みたいなね、正しいかもわからない情報もたくさん転がっています。まあ、ただでさえね、シェア率が少ない Mac ですから、正しい情報をね、発信している人も限られてきます。そんな中、自分でね、正しい情報や、正しかったとしても、一番効率が良かったり、一番正解である情報をですね、見極めながら自分で調べないといけません。それができない人はですね、Mac を使わないことをお勧めします。逆を言えば、それができれば、Mac をね、使いこなせるようになっていくと思いますし、もう自分の知識にもつながっていきます。なんならね、Windows も Mac もどっちも使える二刀流にもなりますので、もしね、使う覚悟がある方はしっかりと調べて使うようにしましょう。はい、続きまして、Mac を買うと後悔する人の特徴は三つ目なんですけども、ゲームをね、多く楽しみたい人です。これはね、ずっと前から言われているんですけども、Mac はね、Windows に比べて、できるゲームもかなり少ないです。先ほど話した通りね、Windows の方が圧倒的にシェア率が高く、それに伴ってゲーム制作側もね、Mac 版をね、あまりリリースしていないので、プレイできるタイトルも少ないんです。ここ近年はですね、PC ゲームがかなりブームを迎えていて、数あるね、ゲーム実況者やプロゲーマーも、かなりの割合で Windows ゲーミング PC を使っているところを見ると、そのね、重要性が見えてくると思います。まあ、最近こそね、Mac のゲームタイトルも若干ですが増えてきているんですけども、ゲームをね、しっかり楽しみたいなという方は、まあ、間違いなく Windows を選んでおいた方がゲームは楽しめるかなと思います。続きまして、Mac を買うと後悔する人の特徴4つ目なんですけども、とにかく安くノートパソコンが欲しい人
です。これはね MacBook のコスパが悪いという話では決してございません。なんならね M1 以降のチップをね積んだ MacBook は性能に対してのねコスパってかなり高いと僕は思います。でも Mac をね買おうとすると現状安くても新品で13万円くらいなんですよ。確かに性能は高いけど仕事にねこう軽く文書作成とか軽い作業だけをするんだったらそんなにスペックいらないし、安くね最新の OS に対応した PC が欲しい、趣味には全く使わないよという人にはですね宝の持ち腐れになってしまう可能性があります。もちろんねこう MacBook の見た目が好きとかそういった物欲があるなら別ですが、まあ、そうではなくねとりあえず文書作成用のパソコンが欲しいけどなんとなく Mac の方がいいのかなって考えている方はやめておいた方がいいかなと思います。最新のね OS に対応している必要なスペックのパソコンを安く買って余ったお金はね他のことに使う方が物欲でね Mac が欲しいという人じゃない限りは幸せになれるかなと思います。最新の Windows を積んだね PC でも本当に5万円台とか6万円台とか、まあ、探したらなんかちょっとあったので、本当にね軽い作業するんだったら、まあ、そういったものを買った方がね結局他のところにお金使えますしいいんじゃないかなと僕は思います。はい、ということで、そして最後 MacBook を買うと後悔する人の特徴5つ目なんですけども、これはねちょっと僕からの、メッセージ性というものをちょっと込めさせていただいてお話しさせていただきます。 MacBook に対して強い嫌悪感だったりとかプライドを持っている人です。まあよくねネットを見ていると MacBook に対してそんなにねこう調べもせずに強いこう嫌悪感を持っている人って割と多くいらっしゃいます。 MacBook を使っている人はただカッコつけたい人だ、ただのアピールだ、ただスタバで生きりたいだけだみたいにねこうずっと言い張っている人はですね、もし MacBook を買って試してみたとしても何かしらの理由をつけてね Mac から結局離れるパターンがほとんどだと思いますので、最初からねこう買わない方がいいんじゃないかなと思います。というのも M1 MacBook Air と現状ね同じ価格帯で同じくらい快適に動画編集できる Windows ノートブックって多分まだないんですよ。というのも同じくらいのね価格帯で M1 と同等以上の CPU 性能を持っている Windows ノートブックって一応存在はするんですけど、 GPU 性能がね M1 の方が高い場合が多かったり、アップルがね手掛ける M1 チップとアップルがね手掛ける動画編集ソフトの Final Cut Pro の相性がね本当に良すぎて性能以上に快適に動画編集できるんですよ。今ねここにある MacBook も M1 チップを積んでいて、メモリもね 8GB のモデルなんですけども 4K の動画編集をサクサクこなしてくれています。ディスプレイの性能もね同価格帯のノートブックよりも本当に綺麗で精細で色も正しいので、動画編集とか写真編集とかクリエイターにはね僕は MacBook をお勧めしたいんですよ。 MacBook はコスパ悪いっていうね時代はもう終わってると思います。でもこんな感じで機材には需要に対して適材適所あるのに、それをねこう根っから否定したり調べもせずにね固くなに否定する Mac アンチの方もいらっしゃいますので、まあ、そういう方はねきっと実際に触っても何かしらのね理由をつけて否定すると思いますので、もう Mac はね最初から買わない方がいいと思います。まあただ正直今までねこう固くなに否定はしていたけど、正直動画編集やってみたいなとか、いや結局動画編集やるんだったらそのすごいバッテリー持ちもいいし、結局 MacBook いいな、でも今まで否定していた分手出しづらいなっていう方はですね、まあリセールバリューも高いんで、まあちょっとねそういう方はちょっとプライドを捨ててぜひ一回 MacBook を買って、ソフトがねファイナルカットでいいんだったらファイナルカットを使ってね動画編集してみてください。プライドを捨ててね、まあ、それがねちょっと動画編集始めたいけどプレミアプロアドビの方がいいんっていうんだったらちょっとまた話は変わってくるのかもしれないんですけども、ぜひそういった方はMac 参入してみてください。はい、ということでね、最後にちょっと批判を浴びそうなことを言ってしまったんですけども、後悔はしてないです。やっぱりね、こう知らずに根っからね、否定するのは良くないと思いますので、Mac アンチの方いらっしゃいましたら、ぜひコメントください。僕とね、バトルしましょう。まあ結局ね、この動画で何が言いたいのかって言いますと、道具ってね、人それぞれ環境に合う合わないってあるんですよ。特にね、パソコン選びって本当に難しくて、いろいろね、スペックも、種類もいっぱいあると思うんですけども、スペック以上にまず OS だよと。環境にね、合う合わないをしっかり判断して、ぜひね、Mac を買うなり、Windows を買うなりしてみてください。まあ、動画の後半でもね、少し触れましたが、逆に MacBook を買うべき人もね、いらっしゃると思いますので、またね、後日 MacBook を買うべき人の特徴みたいなね、逆版の動画も作ろうかなと思っています。
まあ、MacBook を買うってね、ちょっと選択肢いろいろあると思うんですけども、ちょっとインテル版はね、さすがに僕おすすめできないかな。Windows を使いたいんだったら、MacBook のインテル版を買って、ブートキャンプでね、しっかりと Windows 使うっていうのが、まあいいかなとは思うんですけども、まあ、インテル版の Mac って、ちょっとこの先ね、その、まあ、OS のアップデートとかにあんまり未来を感じないんで、まあ、できればね、まあ、Mac はもうインテル脱却を発表してるんで、まあ、今残すところあと27インチ iMac、まあ、出るかわからない27インチ iMac とおそらく出るであろう、Mac Pro だけなんで、ちょっとインテル版はね、僕現状あんまりお勧めできないかなと思っております。まあ、ちょっと話がそれましたが、まあ、今日の動画はこんな感じになります。ということで、このチャンネル面白いなと思ってくださった方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネル、エブリィと千田晃平では、まあ、こんな感じのね、まあ、MacBook といいますか、まあ、Apple 関連の話、カメラの話、機材の話、ルームインテリアの話、メンズファッションの話しておりますので、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日ちょっとね、変なライティングにしてみました。ちょっと夜暗くなって、いつもね、自然光で撮ってるんですけども、こんなライティングいかがでしょうか？ぜひ感想ください。